加藤靖は日本の哲学者。専門はカント、ドイツ関連論、近代日本哲学等。杉山女学園大学教授、一橋大学名誉教授。元日本哲学会会長。愛知県名古屋市生まれ。愛知県立旭ヶ丘高等学校を経て、1980年、静岡大学人文学部卒業。1982年名古屋大学大学院文学研究科哲学、専攻博士前期課程修了、文学修士。1985年名古屋大学大学院文学研究科哲学、専攻博士後期課程単位取得満期退学。愛知工業大学非常勤講師、日本学術振興会特別研究員を経て、1988年、南山大学文学部哲学科専任講師。ミュンヘン大学客員研究員を経て、1992年、南山大学文学部哲学科助教授。1998年教授。南山大学文学部哲学科長を経て、2012年、一橋大学大学院社会学研究科総合、社会科学専攻社会文化研究分野教授。2015年日本哲学会会長。2020年杉山女学園大学国際コミュニケーション学部教授、一橋大学名誉教授。主専攻はカントやドイツ関連論で、2009年には独日応用倫理学協会を設立。また、近代日本哲学研究として、和辻哲郎等の研究を行い、早田喜一郎や杉村弘蔵の研究準備にも当たる。ありがとうございます。